君の気持ちはわかるよ、すごくいいやつと思う。だけどすぐに結果出せない、恋に臆病じゃないよ、君を嫌いってわけじゃない、中で忘れるのも心地いい。車に乗って誕生プレゼントを、少し遠い我が家にまで届けてくれた日思ったの。私にはきっとまだ早すぎる、なぜにそんな結論を急ぐのよ、心配しないで、今は気軽に流しはいないんだから。君の方がほんのちょっと上だから、メリハリング具体も違うのよ、社会に出たらきっともっと綺麗な時に本でたくさん読んだわ、どんなことするかも知ってる、中学時代の彼とか、ただ2週間だけど、毎日ドキドキしてたわ。届く焦らないで、だってまだ早すぎる、本気だって言うけれど何よそれ、10年先でも今と一緒くらい愛するって証明できる。性格もおとなしそうな子だから、束縛できそうな気がしたの、愛してない、それを考え始めると怖くなるの、ごめんね。焦らないで、だってまだ早い、本気だって言うけれど何よそれ、10年先でも今と一緒くらい愛せるって証明できる。性格のおとなしそうな子だから、